はい、こんにちは、キャプテンコージです。ですね、ただいまの時刻は、2019年5月の14日、11時、56分37秒です。もうすぐね、お昼になります。さあ、それではね、昨日の続きになりますけれども、プラグヒーターのね、電源が、プラグヒーターのヒートができましたので、お知らせしたいと思います。昨日はね、ちょっとヒートできなかったんですけども、このスペーサーを入れてね、スペーサー、炭酸電池のスペーサーですね、これね。で、炭酸電池をこの中に、アルカリの炭酸電池をこの中に入れてセットしましたらできました。ちょっと見せましょうかね。これをセットして、そして、ここをマイナスドライ、今ついてませんね、今ついてないですけども、これをつけます。するとどうでしょう、見えますかね。こんな感じで、プラグヒーターに、火がついております。電気が通ってね、はい、こんな感じで無事につきましたので、エンジンを後でかけてみたいと思いますけれども、1.2 ボルトでやったんですよね。これは充電してね、 1.2 ボルトでやったんですけども、なんかね、電圧がね、足りないので、だいたいこれ 1.5 ボルト用だと思いますので、 1.2 ボルトではちょっと火がつかないですね。そしてこの線が大きいのでね、線の中のね、導線がね、太いので電圧効果が起きているのではないかと思います。まあそんな感じで、無事に着いたので、このまま使いますのでね、あとはどれくらいの時間使えるかやね。ちょっと待ってね、こうつけて、ちょっと火がね、ついてますけれども、まあこんなもんでいいかなと思いますけどね。はい、これで無事につきました。これマイナスについたらね、これひっつけたらつきますということです。はい、そしてあと電池ボックスですけどもね、これはもう単二電池買ったらね、長く使えるんではないかと思いますので、単二電池にして、本当はねこれ並列つなぎでね、もう一個ね、こっち側にボックスつけて並列つなぎにしたらより長く使えるんですよね。容量がね、どんなもんかなと思いまして、まあ単一電池があれば単一電池でもいいですね。炭酸電池だったらもうすぐなくなるかもしれないけれども、まあ別に入れ替えればね、電池4つで59円とかで売ってますので、この電池をね入れ替えれば何度でもプラグヒートできますので、あと1本あたりの電池がどれくらいの時間持つかということが気になりますけれどもね、まあいいのではないでしょうか。あとね、この部分をちょっとハンダでね、もう少ししっかり止めておこうと思います。はい、そんな感じですね。無事に、市販のものでも、中古でね、こういうやつをね、中古でも何でもいいんですけども、こういうやつ買ってきて、あとこの電池ボックスと電池ね、電池につなげればつながるということが分かりましたので、ネットでもね、ここまではね売ってるんでね、マニ口クリップついたね、
売ってるんで、これを買ってきて、作ってみてもいいと思います。電池ボックスはね、これホームセンター行った方が断然安いです。電池ボックスはこれネットで買うと700円とか800円しますんで、これホームセンターで2、300円で買いました。それでも高いとは思いますけどね。はい、そんな感じです。それでは、特にこれで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画をお楽しみにください。ちょっとね、このケーブルを細くしてね、細くして、電圧効果、この分結構大きいので、もしエンジンがかからなければね、かかるんやったらもうこのままでいいですけどね。はい。はい、それではご視聴ありがとうございました。次の動画をお楽しみに。チャンネル登録、この動画が面白ければチャンネル登録お願いいたします。面白くなければスルーしていただいて結構です。そして高評価とコメントもお待ちしております。はい、それでは失礼いたします。ありがとうございました。